皆さん、お腹は空いていますか？食べ放題バイキングが儲かる11の秘密。食べ放題？そんな太っ腹なことして一体どうやって利益を得てるんだ？なんて考えたこと皆さんもありますよね。世の中の腹ペコの人たちの底なしの食欲を大満足させつつ利益まで出しちゃうんですから、まあすごい。レストランを訪れるお客様は皿を取ってはまた皿を取り、はたまた一皿の盛る限界に挑戦するお客様なんかもいたりして、そうしてお皿いっぱいのありとあらゆるお料理をエンドレスに楽しむことができる場所、それが食べ放題バイキング。しかもお値段はとってもリーズナブル。一体どうしてそんなことが可能なのか。実はこのようなレストランには儲かる秘密が隠れているんです。今回はそのようなお店のトリックをご紹介していきましょう。お店の厨房を覗きに入る前にお知らせ。ブライトサイドのチャンネル登録と通知の許可をお願いします。新着動画をお見逃しなく。さて、そもそもお客様に好きなだけ食べ物を取っていいぞって言い出したのはどこの誰なんでしょう。その答えはスウェーデン人。中世ヨーロッパの晩餐会ではこのようなビュッフェスタイルが目玉の一つになっていました。そしてこのスタイル、ブラビンズボードを16世紀に初めて世界に紹介したのがスウェーデン人なんです。この手の込んだバイキング料理は彼らにとって客人をもてなす伝統でした。初期のバイキング料理で用意されていたのは手づかみで食べられるもの、塩漬けの肉、燻製の魚、そして伝統的なスパイス入りウォッカであるブレンビーン。うまそう。18世紀には冷製、温製、双方の料理を用意するスタイルを考案し、その名前もスモーガスボードというものに変わりました。この言葉は聞いたことがある人もいるかもしれませんね。スモーガスボードが世界中で有名になったのが1912年のストックホルムオリンピック。また1939年にこのスタイルがアメリカ合衆国に持ち込まれたのが万国博覧会の時でした。そしてついにエルランチョベガスホテルのショープロデューサーであったハーブ・マクドナルドが1940年半ばにこのスタイルをお客様をカジノに入り浸らせるためのマーケティング戦略として使うことを考えついたんです。彼はバッカルービュッフェという名のレストランを1ドルで24時間食べ放題のお店としてオープンさせたんです。それ以来不滅のバイキング、その人気は歴史が証明していますね。それではお待たせしました。食べ放題バイキングの仕組みとその儲かる秘密を見ていきましょう。1、配置が巧妙。バイキングを訪れたことのある人はこんな配置に気づいたこともあるんじゃないでしょうか。料理の列の始まりでまず最初に目に入るのはチャーハンなどの炭水化物、また野菜やサラダからスタートするという配置も存在します。その理由はこれらの料理の原価が最も安いから、そしてお腹にたまりやすいというのもお店にとってはメリットです。お目当てのお肉やお魚、その他の高価な料理にたどり着くまでの道のりは遠く長いものになっているんです。 2. お皿のサイズ。料理の配置とはまた別に料理のお皿のサイズもお店が決めています。安い澱粉質の食べ物や野菜は巨大なお皿に、チャモジかというくらいのスプーンがついていますね。ひとすくいでお米が大量にやってくることになるわけで、料理の列の最初でもう手元のお皿が山盛りになるようになっているんです。もっとお高い料理のお皿は大きくもなく山盛りにもなってはいません。そこに置かれているのはトングで一つ一つつまんで動かさなくてはならないようになっているんです。こうすれば面倒な作業でお皿をいっぱいにすることを諦める人が出てくるというわけ。列の後ろを待たせるのも気まずいので、この辺りの料理は早めに切り上げようという心理も働いてしまいます。賢いもんだな。3、小さなお皿とテーブルウェア。また並んだ料理のお皿だけでなく、皆さんが手に取るお皿やテーブルウェアのサイズも小さなものにされてしまっています。平均サイズよりも小さなお皿とデザート用の器、スプーンやフォークも通常サイズと比べると実は小さいんです。これは食事の心理学を操るためのもの。オックスフォード大学 MRC LC ウィッドウソン研究所での研究によると、一
口のサイズやお皿に盛る料理のサイズを抑えるとその人が食べる量も抑えられるのだそう。つまり一般サイズのお皿やスープ皿がバイキングに用意されていないのはそういうことなんです。4. 原価率。これだけの工夫を凝らしてもなおめちゃめちゃお食べになるお客様というのはいるもので、彼らはチャレンジャーのようなもの。お店側も通常の3倍食べる彼らの存在を重々承知しています。そこでポイントになるのがお料理の原価率。一般的に飲食店が提供する飲食物の原価率はその価格の30から 35% であると言われています。ですからこのようなお客様が時折現れてもお店が大赤字になるということはないというわけ。 5. コンピューター管理された廃棄。バイキングは料理の廃棄を免れません。食べられると思ったけど無理だったなんてこともありますよね。お店側は一体どのようにしてこれらの問題を解決しているんでしょう。最近では洗練されたソフトウェアによって料理の廃棄がモニタリングされています。ソフトは週ごとの廃棄量や日ごとの消費量、時期ごとのお客様に人気の料理などを全て管理することができます。こうして収集したデータに基づいてお店はお客様に人気の料理とその量を知ることができるんです。最近ではお残しをしたお客様に通常の2倍などといった罰金を課すところも増えてきましたね。お残しはいけません。やっぱりお母さんの言ったことは正しかった。 6. 安くお客様の腹を膨らませろ。サイコロジートゥデイは全てのバイキング料理店に課せられた使命はできるだけ速やかに、できるだけ安くお客様のお腹をパンパンにさせることだとしています。でも言うは安し、どうやってするんでしょうね。これは彼らが安い料理を提供することを目的に開発した変更可能なメニューが可能にさせてくれるんです。野菜や肉類は安価に大量に購入されますが、その品質は高く多岐にわたって使用できます。もちろんお米や麺だってそういう風に使えますよね。 7. 地元産の旬の食材を購入する。例えばトマトといった原料が今まさに旬だという時は通常よりもずっと安く買うことができますよね。バイキング料理店は大量に素材を仕入れます。また地元産の食材も安く手に入ることが多いため、これを利用するお店も多いようです。またバイキングのメニューの強みはいつでも品揃えの変更が可能だということ。その料理の素材の旬が終わり価格が上昇し始めたら別の安い料理に変更することができます。しかもお客様ったら地元産とか今が旬って殺し文句にめっぽう弱いんですからね。笑いが止まらないというわけ。 8. 儲かるドリンク。たくさんの料理を食べていればそりゃ喉だって乾きます。そしてここが儲ける味噌。ドリンクが別料金となっているレストランの場合、そのドリンクの原価率は 30% ではなく 10% 以下に抑えられているんです。これもまた知らず知らずのうちに儲けるトリック。料理を取りに向かう前からちゃっかり利益を得ているんですね。 9. 人件費のカット。飲食業界に従事する人はコストで大きな割合を占めているのが人件費ということをよく知っているでしょう。でもバイキングにそんな問題はありません。基本的にセルフサービスのお店では給仕をするウェイターを雇う必要がないんですからね。腕のあるシェフの手によるこだわりの盛り付けなんてものも必要ありません。ただ料理を大量に料理して用意するだけ。こうして抑えられる人件費によってお店は儲かっているんです。10. お値段が高い方が満足していただける。一部のお客様はバイキングは安ければ安いほど良いとは思っていないようです。これはコーネル大学の食品ブランド研究室での研究結果。彼らはバイキングの価格が顧客満足度にどう影響するかを調べました。ニューヨークのイタリアンビュッフェで食事をした139人の被験者のうち、一つのグループには4ドルの料金が、もう一つのグループには8ドルの料金が課されました。それぞれのグループは同じピザバイキングの食事をしましたが、その結果8ドル支払ったグループの満足度の方が少ない支払いをしたグループよりも高かったんです。そういうわけでバイキングの料理は高めに設定すると不思議と客足も増えるということになるんです。 11. 出入り禁止。ただたくさん食べただけで出入り禁止になる。世の中はそんなことだって起こるんです。食べ放題って言っているのに不公平だと思いますよね。でも最近では2012年、大食漢のビル・ウィスが
魚のフライのビュッフェスタイルレストランを出禁になりました。彼はあまりにも多くの料理を自分の皿に盛りまくったために、その場にいたその他のお客様が食べるものがなくなってしまったんです。しかもこの男、一度だけでなく何度もこの行為を行ったがために、最終的には警察沙汰にまで発展したんだそう。まあでも食べ放題バイキングとは言っても、あくまでもこれはビジネス、お客様だからといって何をしていいというわけではないということ。つまりは食べ放題と言いつつも、うちが用意した分なら好きなだけ食べていいぞという意味だってことなんですね。以上、バイキングが儲かる仕組みでした。食べ放題バイキングの裏では、経済学やマーケティング学、消費者行動学、あとなんだ、法数の力が働いていたんですね。好きなものを好きなだけ食べられるとはいえ、料金相応に食べられていないなんてこともあるようです。そんなわけで、お店に足を踏み入れた瞬間から、お店側はあなたの食べる量から何から何までを操っているんです。そんなわけで、今度お店へ行った時には注意して見てみてください。皆さんは食べ放題はお好きですか？行く価値あり？それともなし？コメント欄で教えてくださいね。動画が役に立ったという人は高評価とお友達へのシェアをお願いします。ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。